世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今回はスキルツリーに関してですね、以前からベースのシステム自体は出来上がってたんですけど、それをさらにブラッシュアップしてですね、視認性とか諸々含めてかなり使いやすくなってきたので、このタイミングでもう一度共有しておきたいと思います。まず第一に一番大きく変わったのは、やっぱりこれツリーがアイコン表示になったところですね。以前まではこれアイコンじゃなくて全部スキル名がね、日本語でずらずらと表示されてたわけなんですが、まあそれはもう見にくかったですよね。アイコンに変更したことによって使用スペース効果も生まれたので、ツリー全体のね、構造がどんな形になっているのかっていうところも一目で見やすくなったかなと思います。一応ツリーは3種類ありまして、物理攻撃系、魔法攻撃系、それから回復とか HP 関連ですね。それぞれ赤、青、緑のツリーになっております。スキルの解放に要求されるスキル石っていうのも3色別々に用意してるので、まあ、マップ攻略だったり強敵の撃破の報酬によって手に入れて、溜まってきたら地脈っていうね、チェックポイントからスキル石消費して新しい技を習得していくといった流れになっております。では肝心のスキルの内容についてなんですが、一部ですね、ちょっとチラッと確認していきましょうか。画面右側の説明タブについてなんですが、基本的に動画とテキストの両方からね、説明を入れてます。こちらは盲信っていう名前の一番最初に獲得するスキルなんですけど、R1 をね、ただポンと押すだけで出せる簡単な技です。説明テキストにもある通り、相手の軽い攻撃をね、ひるまずに受け止めながら、そのまま攻撃しちゃうことができます。あと、合わせてですね、砂上連撃、まあ、つまりコンボ攻撃ですね、おすすめコンボ的なものも、ボタンアイコンを用いてね、一例として紹介させてもらってます。ここに書いてあるのは盲信を当てた後に、最近ね僕がよく使ってるいわゆるニュートラルコンボってやつですね。基本攻撃だけで出せる四角四角三角のコンボを流れでそのままぶち込むことができます。めちゃくちゃ操作もシンプルだし、まあ最初にね獲得するスキルなんで、割とお手軽強スキルっぽい作りになってるかなと思います。一応ゲージは消費するんでね、連発しまくることはできないんですが、使いどころを考えながらプレイしていけばね、序盤の大変心強い味方になってくれることは間違いないかなと思います。他にも方向攻撃が増えていったりとか、各種ゲージを消費する強スキルですねがずらーっと、まあ、上に伸びていくような形で配置されてます。枝葉の部分には攻撃力がアップするみたいな単純なパラメーター強化系のスキルもついてたりしますね。後半に行くほどどんどん砂上連撃の部分がね、結構複雑にはなってくるんですが、まあ、動画の方でもねちゃんと説明されてるので、よく見てもらえればねちゃんと理解できる作りにはなってるかなと思います。一応上級者向けの話なんですが、ここに載ってる砂上連撃ってのはあくまでも一例に過ぎないので、他にもねこれとこれが繋がるんだったら、じゃあこういうコンボもいけるんじゃないかみたいなものもたくさん用意してあります。一応説明タブではね、文章量の都合もあって、まあ、大体2個ぐらいの砂上連撃を説明することに留めています。説明タブをスクロールさせる機能もね一応実装してはいるんですけど、まあ1画面に収まってる方が綺麗かなということで、なるべく文章量は削ぎ落としてね、シンプルな書き方に仕上げています。現時点でスキルの総数がだいたい40個ぐらいになってるんですが、体験版に関してはこれくらいの数でね、十分かなと思っております。製品版に関してはですね、さらにスキルの総数を増やしていきたいと思ってるんですが、こちらツリーの画面についても一応スクロールができるような作りで実装していってるので、今はね、この1画面にツリーの全体図が収まっている状態なんですが、製品版ではこれがどんどんスクロールしていって、面積が広がっていくようなものになるとお考えください。で、あと物理攻撃のスキルに関してなんですけど、これ皆さん気づかれましたかね。説明動画とかもね見てもらうと分かると思うんですが、基本的にこれ全て片手剣でのモーションなんですよね。まあ、つまりどういうことかっていうと、製品版の方でね、例えば両手剣とか新しい武器を獲得した場合は、両手剣4の物理攻撃スキルツリーが解禁されます。武器ごとに専用のツリーが用意されていくといった、そんな形を目指しているということですね。結構このゲームはね、戦い方がやや難しめっていうのもありますし、武器によってね、戦術も大幅に変わってくるような作りを目指しているので、まあ、スキルを解放していく過程でね、その武器固有の戦い方っていうものを身につけていってもらえるように、こういった形で実装していくのがベストかなと思っておりますので、製品版の方ではね、そういった楽しみも増えるかなということで、そちらもご期待ください。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。